出てもらったこのリンゴルフのトーナメントは来年も何回か開催して、でポイント制で、ポイント、そう年間で上位3人かな、はい、はアメリカで決定戦をやるんですね。そのポイント女王みたいな。はいはいはい。じゃあやるってことですか。この調子で出てもらって。おお。アメリカ行ったことある？ないです。喋れない。ハロー。あ、喋れる。大丈夫。喋れるって言ってますよね。アイキャンプです。あ、キャンプね。あれ、ウッドいっちゃった。ウッド、なんかウッドサクッと終わっちゃいましたね。今それ何番ウッドですか？7番ウッドです。あれ、さっき何番ウッド打ったんですか？ユーティリティです。あ、ユーティリティ用って言ったんですね、はい、180。ドライバーと一緒。おー。レアグラウンドはなんかバンカーと同じ感じで短く持ってクリーンに当たる。あ、そうなんだ。グリーン周り好きじゃないんですけど、そのフェアウェイバンカーとかのバンカーが詳しい。バンカー好きってお好きですか？バンカー嫌いではないよ。あ、そうなんですね。いや、なんか多分またちょっと人とは違うと思う。好きな理由は。いや、あんまりほら練習する機会ないから、はい、ラッキーぐらいな感じ。あ、バンカー練習できるみたいな。早めに入れとこうみたいな。練習してなかったら入れたくなくないですか？なんかなるべく入れないようにみたいなじゃないんですか？あ、そう、なるべく入れないようになんだけど、でも入っちゃったら残りのホールでも入るかもしんないから、なんだろう、最初の 1,2 回は多分ラッキーって思ってる。めっちゃポジティブですね。うん。いや、ほらいつも行ってるゴルフ場だと砂の質とか分かるじゃないですか、はい、でも大体いつも行くゴルフ場じゃないから特定してないからここぞって場面の時にミスしたくないじゃん。あ、したくない。そうだから今日の砂はどんな砂なんだろうって。ないですか？あれまだ7番ウッドですよね。あ、5枚になった。いつ友達。バンカーとか言うから。私も話しながら見てて、あ、触れないんだと思いながら。言ってくださいよ。強いかドライバー打って終わってますね。ドライバーはね、わかる。ドライバーはわかるんだけど。番は 190？ 結構 UTT とかウッドは比較的弾数が少ないような感じするんですけど、なんかあるんですか10発ぐらいとか。特にないです。なんか自分でしっくりきたらやめる。ああ、イメージに合わせる感じが良くなってきて、これで大丈夫だってなったらやる。それだと僕だと永遠に終わんないですね。確かに。それから球数制限してもらわないと。確かに。それからOK の範囲が緩いから。ああ、こんなもんだろうって。いや、ないっす。ウッドはやばいっすよ多分。打たないっす。だってこれウッド10球中何発当たりますか？でもゼロです。でもそういう世界ですよね。はい。全部ナイスショットじゃないですか、ね。そうだからやっぱまず短い番手からですね。そうか、アプローチから。何の？どうして急に笑い出して。どうした？何の？なんか話してていつの間にか違う番手に行ってるっていうのがちょっと面白い。分かるやろみたいな。大体変わってる時ってこっちと話してる時だから。こっちってなんかこうしてるからこうじゃないですか。あ、そっか。そうなんですよ。そういうことですか？すみません、面白い。面白いな。でもあれがと言うてちょっと音でわかるなって思わない？確かに。だからあれなんですよ。一つのことしか見えてないんですって。一途なんです。そう。あ、一途。そう、またミスっちゃうから。ねえ。私のせい？おかしいな。あ、ちゃんと捉えました。3番ウッドですね。3番ウッド。気づけた。うん、すごい。緊張とかしない試合で。結構します。あ、するの？え、するの？え、しない。あ、でもリンゴルフさんときはしてなかった。なんかしてそう、そんなイメージだった。なんで？え、なんでだろう。なんかしなかったね。じゃあ優勝できたのも。関係あるかな。そうなんですか。え、なんかでもプレーに集中してると緊張とかも関係なしに、なんかあんまり緊張は思わないんですけど、やっぱティーショットとかは緊張します。一ホール目の。あ、最初ね。そうだよね。もう本当その最初次第って最初次第だもんね。最初だけ緊張してその後も出ちゃえばそのまんまって感じ。そう。なんかさ、初めてさやったんですよ。トーナメントリンゴルフで。あ、そうなの？初めてなんですか？そう。運営側も最初のスタートホールにいるんだけど緊張しててやらないのにですか？そわそわして緊張してて、みんな緊張してた。めちゃめちゃ緊迫した空気じゃないですか、ね、そう喋る時が緊張しました、一番こっち？ああ、そうだよねそう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 、喋ってすぐティーショットだから時間的にもね、はい、慌てちゃうよ。今度はちょっとはあそこはもうちょっと感覚取って、そうそうこのウッドってどのぐらいまでが OK なんですか？どこ狙ってんですか今？大体この棒の方向200ヤードの方の方向、ああ巻いてるんで、ちょっと巻いてるなこのぐらい200ぐらいの距離だったらグリーンぐらいの左右の幅だったら OK かなみたいな感じなんですか？まあ基本まっすぐってことですね。まあ基本、まあ、でも200ヤードでも結構パー4で長いとこ400超えとかあるんで、まあ、3番ウッドとか使ったりするんで、うん、まあグリーンにしっかり捉えられるように、200といえどもそんな曲がってほしくないってことですね。なんで棒の向き方向にしっかり飛んでいってくれってことです。こちらですよね。とりあえず飛んどきゃいいっすよね。前に行けば OK です。ですよね。当たれば OK。よかったです。分かってくれる人がいて。多分、ね、今日小林さんいなかったら、俺ちょっときつかったです。